はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今田の TV たちがやってまいりました。ちょっとお久しぶりっていう感じですけど。本当ですね、なんかあっという間にね、なんかゲストリーしたんじゃないですか。ちょっと痩せました。痩せました。ちょっとね、さらに男前にね。いやなったっていう。はい、お願いします。まあ最近ですね、ぎっくり腰がね非常に多いんですけども。多いですね。ちょっと季節の農作業なんかした後ね。ああ、そうですね。その時は大丈夫だったんだけど、なんか次の日になんか立てなくなっちゃったね。はいはい、結構ありますよね。なんですけども、今日はですね、ぎっくり腰について、ぎっくり腰になってしまった後のね対処法を、私のタイトルですので、ね、皆様にお伝えできたらいいかなと思います。はい、まずなってしまった場合ですね、どうしますか、タイトル。寝ます。寝ますかね。はい。ということはまあ安静ですよね。まず安静にしてもらうと。で、安静した状態で、次はまあ筋肉がね、ちょっと炎症してる状態ですから、ちょっと冷やしてもらいたいですね。温めたらダメですか。ダメですね。それはなぜでしょう。触るとね、熱くなってますんでね。はいはい。温めると、火事、ガソリンを注ぐようなものなので、余計ひどくなっちゃいますんで。わかりやすいですね。はい、なってしまったら冷やすということですね。はい、で3つ目は、固定ですよね。これは、まあここでもテーピングとかできるんですけども、もし自宅の場合っていうのはどうしたらいいですか。自宅で固定、コルセットとか持ってれば、持ってればね安心なんですけどね。持ってなければバスタオルでもね、ちょっとぐるぐる巻きにねしていただいて、はい、さらしとかでもいいですか。さらしがあれば一番いいですけどね。うん、薬局なんか売ってますけど、ね。ええ、そんな感じですね。まあ一つ目はまあ安静ですね。二つ目、冷やすこと。で三つ目が、固定ですね。で、そんな感じで、まあ、ゆぶたか接骨院はですね、まあ、院内では、骨盤矯正をしてですね、さらにこう動きを良くする風にね、治療していきますので、もし万が一ですね、ぎっくり腰になってしまった場合は、ゆぶたか接骨院、お越しください。はい、結構ぎっくり腰になった後に、なんとなくね、休んでたら痛みはなくなる方多いんですけど、その後ね、結構繰り返す方多いんで、再発ですよね。そうなんです。うん、それはやっぱりね、ちょっとその歪みのね、癖が残ったまま使ってしまうことが多いんで、はい、やっぱりそこはね、今回直していただくといいと思いますよ。はい、ありがとうございます。今日はちょっとこんな感じで終わらせていただきます。また来週お楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。